気負ってるやついるいいねえよないやマイキーもやっぱりやらせてもらってるんでね、ええ、それはもう言わずもがな思い入れの強いキャラクターではあるんですけれども、うん、本当にリ,リベンジャーズのキャラクターって魅力的な、うんえー、キャラクターが本当に多いんですが<い>僕あの本当にその時々によって推しが変わるぐらいほんといろんなキャラクターが好きなんですけど、うん、今 えー、一人推しを言うのであれば、はい、三矢くんですね。<ー>三矢くん。えー、三矢くんは兄貴肌なところもあるし、うん、面倒見もいいんですけれども、うんえー、ヤンキーではヤンキーなのに、えっと学校の手芸部の部長をやってるんですよ。だからそういった部分で、えっと普通の学生とかにも溶け込めるし、うんうん、なんか。 こういう男になりてえなぁみたいな憧れがあるキャラクターですねあの主人公の花道も同じように言てましたよねそうですねできてかっこいいそうなんですよなかなかね暴走族の人だと見た目が怖かったりとかしてねなかなかその普通の学生さんに溶け込めない人とか多いじゃないですかきっとその主芸女子ばかりそうです絶対モテると思いますけどね光谷君は本当ですねちょっと髪色ね だからかはいいやだからなのもあるしやっぱこの蔦屋さんの色青青にもちょっとねなるほどええなぞらえていきましたねがそういうことにしておいてください素晴らしい背中を見つけていただいてありがとうございます